つくば駅は、茨城県つくば市あずま2丁目にある首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレスの駅である。駅番号は TX20 で、同線の終点である。花室の学園中央通りにおける、鉄道駅構想は1965年に、策定された、研究、学園都市開発基本計画に遡る。当地は、 東京を結ぶ鉄道と筑波研究学園都市内の南北の道線を結節させる地点として位置づけられ、これに基づき、日本住宅公団が鉄道駅用地として確保したのが具体的な事業の始まりである。その後東京を結ぶ鉄道についてはしばらく進展がなく、1970年代には新交通システム路線、筑波研究学園線の駅を設ける案が浮上する。 この新交通システムはバスターミナルとして計画されていた当地を軸に土浦方面と筑波大学を経て高エネルギー加速器研究機構捧げを経て荒川沖の両方面を結ぶ T 字型の路線構想であった。1978年に土浦、筑波大学間の予算要求がされたものの事業を採択されたのは つくば大学附属病院と当地の間わずか 1.5km のみであり、その後計画通りの人口と乗客数が見込めないと判断され、1982年に事業休止となり実現しなかった。1980年代に入ると、東京を結ぶ鉄道構想が再び動き出し、1991年に常磐新線の基本計画が承認され、つくば駅の位置が決定する。 つくば駅の建設は2004年頃行われ、学園中央通りの車線半分を使用停止にして、改作工法で進められた。出口通い時となる都市計画道路南北自由通路は2005年8月17日、駅開業に先立って、開通式典が行われている。最後まで残った、高段保有の鉄道駅用地は1985年に開業した。 バスターミナルビルを経て、2011年に4億9000万円で、つくば市に売却され、現在ビビつくばが建っている。茨城県内発及び現在も唯一の地下駅で、つくば研究学園都市の都心地区の、学園中央通りの地下にある、一面二線の島式ホームを持つ。つくば駅、勤務管理所が所在し、同所は、つくば駅の他未来平駅、緑の駅、 万博記念公園駅、研究学園駅も同時に管理する。改札口及び出入り口は、つくばセンターバスターミナルやつくばセンタービルのある駅、北東端に偏って存在し、駅南西端の住宅地には出口を設けていない。また、自動体外式所再動機が1台設置されている。改札口前には、ファミリーマートのステップイン型売店が存在する。 開業時から2011年8月10日までは AM、PM であった。要人などの休憩場所や視察者への説明会場として使用する TX ルームが設けられている。出口番号を持たないエレベーター改札口から南北自由通路を経て地上へつながる出口が7カ所ある。そのうち5カ所は A1 から A5 の出口番号を持ち、 つくばエクスプレスのロゴと駅名が表示されている。他にも、南北自由通路から地上1階のバスターミナル内に、つながるエレベーターと、英語出口通い時の途中から分かれ、ショッピングセンター、QT の地上1階フロアにつながるエスカレーターが、存在するが、これらは、出口番号を持たない。出口の一方枠は、つくば駅前交差点を基準とした。 他社の基品室内視応接室に相当する当駅の TX ルームは36.8平方メートルで収容人員は10名程度。これまでに分かっている中では天皇、皇后、スペイン国王、王妃が利用した。改札口マイコンコースと地上出入り口をつなぐ通路は鉄道会社所有ではなく茨城県が管理している行動、都市計画道路南北自由通路である。 福音18メートル、延長105メートルで、エスカレーター7機とエレベーター2機で地上と連絡する。開業当初は単に通路であったが、後に総合案内所、待合所、コーヒー店、スターバックス、土産物店等が設置され、事実上、駅の一部と化している。一方で、行動のため政治家の街頭挨拶や、年末商戦の出発式など、現在の日本においては、 通常鉄道用地では行えない諸活動が見られる。南北自由通路にある掲示板は市が管理している。総合案内所、物産館改札口を出たすぐのところに、つくば市総合案内所が存在し、つくば市観光協会の職員2名が常駐し、観光案内などを行っていた。駅開業前より、 つくばターミナルビル内に市の案内所及び観光案内所が置かれ、駅開業後も営業されていたが、土地勘のない市外からの観光客にとって、地上のビル内の一角にある案内所を見つけることは非常に難しく、駅前交番で勤務する警察官に、つくば山へのアクセス手段を尋ねるといったことがしばしばあり、駅に観光案内がないとの不満が少なくなかった。臨時で、 案内職員を南北自由通路に派遣することはあったが、駅開業後、約9ヶ月を経て、常設の総合案内所が開設された。これにより、従来の案内所は閉鎖された。2016年6月11日に、つくば市物産館としてリニューアルオープンし、つくば市の物産品の展示と販売を行っている。観光などの総合案内は、 駅前広場のビビつくばに、あるつくば総合インフォーメーションセンターの1階部分で、引き続き行っている。2020年度の1日平均乗車人員は1715人で、ある。つくばエクスプレスの茨城県内の駅では、森谷駅に次いで2番目に乗車人員が多い。駅税券は二次交通を含めるとかなり広く、大駅付近や南端を除くつくば自然域と土浦市、桜川市、 畜生市の各一部にまで及ぶ。当駅からと当駅への通勤、通学客のほかに研究所出張客や筑波山などへの観光客が加わり、日中の利用も多いのが特徴である。また、学術会議、入学試験、マラソンなど大規模イベントなどの開催日には1000人単位で、増加するなど日による変動が大きい。開業以来の1日平均乗車人数は以下の通りである。 つくば研究学園都市における路線バスなどの公共交通拠点として1985年に設置されたつくばセンター交通広場が駅開業により駅前広場と改称された広場には改札口を出てからエレベーターまたはエスカレーターを利用する北西方面つくば文化会館アルス北方面つくばセンタービルノバホール常用銀行 研究学園都市支店南東方面。つくば駅英語出口とつくばクレオスクエア、QT 南西方面。つくばエクスプレス開業の時点では、東京駅業高速バス、つくば号は、運賃をつくば、エクスプレス全線普通運賃と同じにするに下げはあっても減便はなく、競合する形となったが、つくばエクスプレスの影響は大きく、2005年11月1日から、 減便などの措置が講じられた。筑波号は2006年10月1日に一部便を、筑波駅北方、約2トルの筑波大学始発、終着とし下り便に深夜便、ミッドナイト、筑波号を新設した。その他、回数券は廃止となったが、交通系、IC カード利用での運賃割引により、運賃面での優位性を保っている。 その他にも液周辺が様々なドラマ CM の撮影に使われている。ありがとうございます。